はいどうも、アキです。サクセスやっていきます。はい、今回はですね、まあイベント中っていうこともちょうどありまして、こちら、SR のイヌキを動画で初使用していきたいなと思います。で、イヌキはね、本当に優秀なキャラクターで、まあイベントが始まるときに、個人的に、まあ客観的個人的にね、この中で一番有能なのはイヌキだと思うというお話をしてたんですけど、まああれけど45前提みたいな話し方しちゃったんで、はい。とりあえず45のイヌキ見ていきましょうか。で、テーブルが矢部くんと同じやつですね。得意練習率アップ 10% もあって、タッカ 80% に、やる気効果アップ 100%、技術ボーナス4に、試合経験点がね、ここで 10% つくっていう、本当に優秀なテーブルです。で、金徳が精密機械確定っていうところも良くて、その骸骨も持ってますよと。で、あと、打たれ強さタイピンっていうね、この辺の、兼ね合いも非常にいいかなと。特能が優秀ですね。ただ、ポーカーフェイスがね、ほんと渋いんですよね、これだけ。もう、猪木、これがなかったら満点すぎたんで、さすがにこれをつけたっていうところですかね、逆に。はい。ちょ、ね、これ別にいいんですけど、投手が取れなくなるとか、もうまあ渋いけど、まあそれは許したとして、敏将6使うんで、このせっちゃんを使うデッキの場合はね、ほんと辛いですよね。敏将をさらに稼がないといけないというところで。なので最近、二股は結構僕、春英でやってるんですけど、二股投手は、ちょっと今回は波動に来たと。まあ、矢部くんの20のね、敏将20の経験点をもらいに来た感じです。で、今回はちょっとできてないんですけど、猪木コンボがありまして、ですね、悟りと小筆の3人コンボで、経験点は全然ないんですけど、調子安定を取れるということで、まあ、そのまま小筆を鉄腕取るっていうね、しかもこの3人とも非常に優秀なキャラクターなので、たまたま組み込んで調子安定まで取れるっていうね。で、小筆が鉄腕取ったら割り引けるっていう非常にいいやつですね。まあ僕は悟りも猪木も持ってないんでそれができないので、まあ今回はね、川上で調子安定取って、久しぶりにね、小筆をイメチェンさせて鉄腕にしたいと思います。はい。で、あとは、木場の兄ちゃんともコンボあるそうですね。結構経験点いいですね。まあ、なので本当にコンボも含め優秀かなと思います。ということで、川上は調子安定。これは鉄腕。で、あとは、敏将をいっぱい稼ぐことだけちょっと意識してやっていきましょう。はい。で、まあ、このデッキは、葵ちゃんとなるべく、猪木の評価を上げていきたいところですね。波動来るなら。特に葵ちゃんですね。本当は、てかね、最近思った投手でせっちゃん使うのちょっと厳しい。敏将コントロールがなかなか難しい。これでなので6いるので、最初。敏将。一回守備連やらないとね、あれ潰せないんですよ、ポーカーフェイス。ちょっと、後イベ投手でね、もうちょっと楽なやつがね、ゲットしたいですね。まあ、例えばで言うと、まあ、妹なんですけど、騎馬妹とかがね、ほんと来ると、かなり楽になるんですけどね。こういうのいいですね。葵ちゃんも猪木も、両方あげれるんで。はい。で、今回はね、コンコン変変なので、中継ぎを作りたいと思います。で、さっきね、結構面白い話してたのに、テイク2なんですよね、これ。もうマジで、本当のマジのマジに、全然せっちゃんが練習に来なくて、いや、これは本当に野球部に入部してないまであるっていう、結構面白い話をね、してたんですけど、世に出ることはなく終わっちゃいましたね。最近また取り直ししかしてないわ。辛いです。カープのことが好きだから、やっていきましょう。あんまりね、波動はね、固有持ちとか、むしろパワーコーとかはね、固有持ちとか逆に評価高いやつからね、評価上げていって、どんどん高く組む方がいいと思うんですけど、波動はね、逆なんですよね。低いやつから上げていかないといけないんでね。おっと、危ない危ない危ない。ちょ、通知を切るの忘れてたんで、すっと一回切ります。一回す、はい、OK。で、まあ、これで、どんどんせっちゃんを追っていきましょう。もう一応、小筆も告白来るまで上げれましたね。うわぁ、練習後イベ起こらないんかい。OK、ナイス。これの40回復美味しいですね。まあ、ここで調子安定を取ることによって、鉄腕がさらに安くなるというところでね、いいんではないでしょうか。もうこれは、さっきからなんか彼女のところに選手が被らないな。いつも言ってるやつなんですけど。まあ、前にあと4なんでね、ちょっと小筆に関して、あ、小筆じゃない、せっちゃんに関しては、告白来にくいと。まあ、イベントは全部完走すると思うんですけど、なので小筆が2回来てくれてもいいんでね、お、いい感じで、イベントがハモったわ、今の。これもなので、敏将はほんとこのデッキ割と稼がないといけないんで、随時行きつつ行きましょう。
まあ、矢部くんのイベントも起こるかどうかわかんないんでね、あれも。はい、小筆のイベントはさすが進んでいってますね。うん、便所を稼ぎましょう、これも。さあ、せっちゃん間に合わないと困るよ、ベイビー。さあ、薬師高校戦ね。あ、ちょうどあれか、今日月曜日か、あげる日は1日前に撮っているので、ってことはもうダイヤのエースがね放送されてて、さてどんな回だったんだろうね。楽しみですよ。もうダイヤのエースだけが今もう生きがい。ちょっと待って、またせっちゃんが入部してないぞ。これはさては、またせっちゃん入部してないぞ。2回連続入部してないぞ、せっちゃん。まあただこのデッキね、投手討論で打たれ強さコツ取れるんで、そこだけねちょっと渋いとまでは言わないんですけど、まあ猪木が奇跡的にそこまで1回もね打たれ強さコツ、まあ立川もそうなんですけど、奇跡的に教えてこなければ嬉しいなっていうところではもちろんありますね。はい、全然彼女に選手が被らないぞ。よし、オッケー、入部してたわ。料理研究会だけに顔出してるやつじゃなかった。野球部には席だけ置いてるやつじゃなかったっすね。はい、でこれで変わってもらって、まあ小筆ちゃん変わってもらうとね、イベント数1個増えて、まあ前にあと4なんで、多分イベントはね全部完走するし、でイベントが1個増えまして、しかもまあ経験点もそこで20かくれるし、評価もねそこでちょっと上がるんで、まあエピローグ確かに80かな、経験点減りますけど、まあその分ね何かしらのプラスアルファで美味しいものはあるんじゃないかなと個人的に思っている所存ではございます。はい、まあなのでそこまで鉄腕の方選んだからってね、金徳かぶりの場合は全然鉄腕の方選んでいいんじゃないかなと最近思っています。でこれが金徳イベントですね、猪木の。もう選択肢も確か何もなく、3回起これば精密機械というところでございます。はい、これね正直ね先発作れなくもないデッキなんですけど、まあ先発作ると球速がめっちゃ落ちると思うんでやめときましょう。まあねこうやって体力も削ることなく経験点もそれなりに来てね、非常に強いキャラクターではないかなと個人的に思っております。強いっていうか、なんだろう、使いやすい、まあ強いんですけど、もちろん強くもあるのだが、使いやすいっていうのがね一番個人的にはいいのかなと思うところですね。はい、初期値は割と悪くなかったですね今回。初期値が割と悪くないよ。でもここからはどんどんねいろいろやっていきましょう。評価あげようかな、ここで。まあ二股波動はね最近思うにね、二股って大体デートやっときゃいいんでね、大体デートやっときゃいいんで、その号令打つ暇あったらデートやっときゃいいんでってなると、パワーコーでいいような気がしてきた最近。そんな秋でござんす。まあ今冬なんですけどね、違うか、やっていきましょう。打たれ強さ以外、まあけどそうだよね。まあ立川のじゃあお疲れ待つか、あ、じゃあお疲れの2回目でコツ掴んでから潰すか。打たれ強さ今潰してもいいんですけど、まあ打たれ強さ見てね。そこで印象はまあまあ稼げてますね。矢部くんのイベントがでも起こるかどうか分かんないからな、あれ難しいとこなんだよな。ラブパも絡んでほしいな。まあここまでいいでしょう、2人とももう彼女になりましたし、ラブパナイス。さあ中吉以上お願いします。もう大吉をなくして本当に全部中吉にしてほしいんですよね。まあそんな男が言う、うわー、もうマジやめてくれよ。100違うんでね、マジで中吉行くのと大凶じゃ。違うんすよ、やられちゃったぜ。
まあいいでしょう、最後にね経験点100足せるんでね、勝手に自分の中で。はい、どんどんデートしていきましょう。最近ね一番欲しいのがあのバンパーリングだっけ、バンカーリングだっけ、あのスマホのね裏側に貼り付けて、その指通すところつけて、あのエロい感じに指通して、でこうスマホが落ちなくなるみたいな、あれ絶対便利だと思う。うわー、打たれ強さ来たか。2回目待ってたのに、くっそ。じゃあお疲れ待ってたのに2回目。打たれ強さ軽いんでね、しかも投手取れない、中継ぎ作るってなると全然コツ3とかコツ2で抑えられる特能なんで、打たれ強さに関しては。うん、そこも美味しいけど、まあ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 、で今回は筆をね、イベント筆も1個イベント多いし結構終えてるんで、ノートは読んでも大丈夫かな多分。てかあれ読まないで精神もらっても使わないんでね多分、このデッキの場合は。はい、まあいい感じかな。ちょっとスタミナもいいまで上げよう。よし、これどうしようかな。号令かけてもいいし、一回かけてから考えよう。号令かけて美味しい練習来ないかななんて見て、渋けりゃデート行きましょう。まあ今ほぼほぼ全員評価マックスだったので、イベントでね評価上がっていくのがもったいないというところでございます。これって打たれ強さ来てる場合はなんかいいのあるのかな。ちょっといつも打たれ強さか牽制しかもらわないんで、一番下の選択肢が何なのか知らない、知らないので、チュチュチュッとね目の前の iMac ちゃんで調べてあげて、チュチュチュッとやった後にチュチュチュッとね、チュチュチュッとチュチュチュッとやっていきましょう。はい、病院へ行けとかやっても精神とかもらっても仕方ないし、経験点的にも真ん中か。結局基本真ん中って覚えよう。下はないと覚えたらいいかな。まあちょっと犬木の評価やばいっていうのもあるし、どこか。お、ラブパ来ましたね、ナイス。これは、あ、今回後読んだし、これは切ろうかな。これ逃げ玉コツもまあ立川成功しそうだし、結構球速上げれるから、脱三振骨もないし、これは続けてっていくかな。まあ、切った方がいいね、後読んだし。伸びくれ、伸び伸びと重い球くれ。でそろそろダブルタックとか絡んでほしいところであります。まあコンコンヘンヘンなんでね。しかもまあ得意練習率アップ、そのコントロールも1枚持っていると、猪木がね。で変化球も立川が1つ持っているというところで、まあダブルタックが何回かは来るようにしたねデッキ編成なので、そこで稼げないとちょっと辛いかなと思います。しかも大凶引いてるんでね。まあ、ガンマニアがちょっと福井部っていうところだけは渋いですかね。いらないですね。ちょっと圧迫しますね、他のイベントを。おっと、やる気がやばいな。ラブパでやる気を戻して。特にね、やる気効果アップがね、結構あるデッキの場合はね。よし、ナイス。不調以下だとね、マイナスになるんで逆に。経験点があれ持ってるとね 0.9、 不調だと 0.9 かな。で絶不調だと 0.8 かける。なので結構そこは辛いですね。緩急をコツ1回で掴もうかな。そこ行きたかったな。 51% でもやめとこう。怪我したらバカらしい。まあデートの回数もまあまあかな。
もうけどコツは全部押さえたか。だったらちょっと号令かけるのもありだったかな今のは。ダブルなら行きます。ワンなら渋いんでちょっと号令かけて考えます。うわうわ、ロードワークは出ましょうか。やる気も上がるしね。で随時筋力を稼いでいこう。こういうところでは。あ、ミスった。これじゃなかった。どうしようかな。次小筆3回目でしょ。先に小筆のデートは行こうか。でこれは多分ノートね読んでいいと思うんで、今回は評価的に。これがまだ1回目だったんだ。遅いな。さすがあと4。まあ大凶で2622頑張っていきましょうぜ。こっからね、ダブルタックが、おーし、ナイス。ダブルタックにねみんないっぱい絡んで評価も上がるし、やる気効果アップとか練習効果アップとか。オッケー。お、もう先発か。オッケーでしょう。特にね技術稼いで精神余りをねどうにかしたいんですよ。はい、尻上がり潰します。伸びとか欲しいんで、伸びとか重い球とか欲しいんで、尻上がり潰して、でなんかスタミナも D まで持っていこうか。とりあえず先発作れなくもないけどね。先発にしようかな。どうしようかな。結構スタミナ練習もやったし、まあただやっぱスタミナキャラ入れてない時のこれです。先発作っちゃうとね、球速がね渋い。アディオス。やっぱ球速大切よ。球が速いってだけでなんかいいピッチャーに見えるみたいなねところなきにしもあらずだと思いますので、やっていきましょう。よし、もうオールサクッとでもちろん攻めます。大凶引いてる時なんかはねもう逃げても仕方がないんでね。前しか向かねえ最後くらいはカッコつけさせてくれ。あ、やばい、喉めっちゃ、あ、喉の話で面白い話あったんで、あとの試合中にやりましょう。あ、もういい。でもツーアウトだからすぐアウトに取っちゃうから、ここではここではできないわその面白い話。いやね、喉がね、風邪は多分ね、もう頭の痛さとか熱とかは治ったんだけれども、まあ後でまたこの喉の話しましょう。あき、後で喉の話をしろ。覚えとけ。Yes, sir! Yes, sir, boss! うわ、これやばいな。そろそろ評価が、選手たちの評価がやばくなってくる頃なんで、ちょ、便所を稼ぐっていうのもあるし、あ、てか、矢部くんのイベント結局起こってないな、まだ。ダブル来てほしいんだよね。もうこれは小筆デートでいいかな。うん、デートはなんだかんだ早めに終わりましたね。てか小筆って本当大丈夫なの、チームメイト。あ、てか小筆あと1回イベントあるもんね。あ、大丈夫大丈夫。あー、渋い。うん、号令かけてもいいけど、あー難しいな。やっぱ未だに難しいな。あ、ちょ待って、これ、いや、そうだバカ、そうだよバカ。あと1回イベント起こるの待たないと、それをそれより先にねやっちゃうと鉄腕取れないんですよね。まあいいんですけど、精密でも一応ねお話ししておくと、あのもう一回イベント来るのを待たないと。ってなるとやっぱパワーコーでよかったか。パワーコーだとね、あそこもあの先に合宿が来てるんで、合宿でもう完全にイメチェンしちゃってるんですけど、そうだ、だから置いといてよかった。
本当に鉄腕取りたいなら、まあだからあのイベントも来るな、なんならこっから、そしたらエピローグはそのまま経験点あるからもうそれでよかったっていう話になるから、来るなあのイベント、もう一回小筆のあの一回のイベント来るな。前にだからもう終わってるみたいな感じで いちゃってたわ。はい、まあ実際これはどっちでもいいですね。あのマリンボール取れてもいいし、まあ切れでもまあ悪くはない。あ、オッケーオッケー。とはいえども実はマリンボールが欲しかった。まあいいか、これでエピローグがそのまま来てくれれば全然悪くはない。で、矢部くんのイベント来てないね。で、せっちゃんもこれ最後かな。まあまあデートの回数はいいか、良かったかな。最近その、おお、しかもかなり掴んだ。あー、来るんかい、結局。だったらもうちょい早めに今回。来るんかーい、つってな。あ、そういえば、さっき井戸端起こりましたよね。来るんかーい、つってな。うわー、しぶい。海行っとこうかな。あ、評価上がらないの、海って。で、精密が来ました、あと。で、ここでの経験点もいいんですよね。まあ、体力最大値上がったし、いいか。あれ、海って評価が上がらないのか、それとも、もうすでにマックスだったのか、どっちだ。どっちだ。で、あと、敏捷は2稼がないといけないというところだけは覚えておきましょう。はい、行こう。さてさてさて、頑張ってやっていきましょう。ゲッツ。お、ショートの肩がめっちゃ弱いけどいけるね。はい、でさっきの喉の話しますか。喉の話なんですけど、そのね、覚えてらっしゃる方いらっしゃるかどうかわからないんですけど、その11月めっちゃ僕体調崩して、もう本当にずっと1ヶ月ぐらい風邪をひいてたんですよ。で、その悪かったのがね、病院に行かなかったんですよ。まあ風邪とかそんな寝たらなるわと思ってて、病院に一切行ってなくてですね。で、病院に行ったらね、君は一体今まで何をしてたんだと、もう喉がやばいことになっていると、風邪ひいたらすぐに来なさいと、もう赤とかじゃなくて白くなってると、むしろ喉痛すぎてね。で、その時に僕が、いや少々私歌手活動の方をやってました、やってましてっていう嘘をついたんですよ。で、さすがに、あ、もうなんだ、評価がマックスだったのか、せっちゃんは。お、乾燥したはいいけど怪物球威くれよ、そしたら。で、っていう嘘をついた同じ病院にね、また行ってきたんですけど、この間、あの、今度はもう風邪ひいたと思ったらすぐ行こうと思って、そしたら、これはちょっともう歌わない方がいいねって、1週間ぐらい歌わない方がいいねって言われたんで、ちょっと今1週間ぐらい歌わない方向でやっております。秋でございます。サクセスやっていきます。はい、僕がやってるのは歌手活動ではなくね何の話だこれ、何の話やねん、またまた何の話やねんっていう、ね、まあよくわからないお話でございますよ。まあ鉄腕取れなかったけど、精密をさらに割り引いて、かつイベントで1回あれか、経験点もらってるし、まあそのイベントがあるから評価あんま気にしなくていいっていう部分で無茶できたことを考えると、まあ80分はちょうどあるぐらいか。まあただ今後のためにね、自分でも気をつけていこう。鉄腕もし取りたいってなった時は、てか犬木、ああいいね、犬木悟り小筆コンボはいいな、マジで。そこで調子安定取れるってなると、そしたらもう川上入れないしね。あ、てかなんで川上のイベント完走してないの、やばない、前にで川上のイベント完走しないって、え、前にだよね、むしろ。ちょっと待って、猪木絶対後イベだもんね。
なんか間違えてるんじゃないかと思うレベルに。なんでこれ川上が波動でしかも乾燥してないんだ。いやまあもちろんね、小筆のイベント数が結構多かったっていうのはあるんですけど、いや猪木は何回見ても後イベだよ。おいおいおい、そこで今回ね絶対精神余ると思うからそこで調整しようとしてたんですけど、あ、てか失敗してたのか、もしかしたら2回目とかで見落としてただけで。川上って確か2回目も成功失敗あったよね。その可能性はあるな。立川行っときたい。重い玉も伸び分欲しいよ。よし、オッケー、ナイス。あ、けど重い玉の方が欲しいな。はい、でこことかで負けると敏将が稼げない今も終わっちゃうのでやめてください。あと1回守備練やりたい。あ、そうだ、矢部くんのイベントも結局起こらなかったですね。なかなか辛いところです。とりあえず140まで上げよう、急速も。よし、頼むよ、こっから。ただこのまま、このまま決勝まで行けば多分中継ぎどこかしら更新できると思います。はい、す、思います。初球外れてもわずかに外れました。あ、ダメだ、ボールだよそれ。次の投球ボール、これはわずかに外れています。カウントは2ボールノーストライク。次は4球目打ちました。これはセカンド正面アウト。オッケー、3アウトチェンジ。あとイベは全部完走したのに、あと4の方のあとイベは全部完走したのに、マイイベが完走しないという謎の現象が起きました、ね。第2球、リンゴをギリギリいっぱいストライク、軽く追い込んでまいりました。よくわからんとですね、パワープロというものはよくわからんとですよ。第1球、初球マリンボール空振り。第2球、内角低め見送ってストライク。もう追い込んでいます。ミスった。打ちました、ナイス。危な危な、その二遊間危な。ちょっとはいえでもね、歌手活動ストップされてるんでね、あんまりこうリアクション取らせるような場面ねあると困るんでね、ちょっとよろしくお願いしますよ。見てください、こっちは歌手活動禁止されとるんや。す、ちょ、マジで、けど決勝まで行こう。ちょっと、てか次、もう一回、敏将だけくれ。オッケーオッケー。敏将、あーけど、ノー、てか、いいバッターだなー。いいバッター。光の速さで突っ走れ、ドラマティックに、ダイヤモンドを駆け抜け。見せろよ、いいバッター。見せろよ、いいバッター。いや、いいバッターも、由伸も引退しちゃったよ、マジで。ね、ほんとに。投げた、アウトローを見送ってストライク。柴田も吉信も引退しちゃったよ、悲しい世の中だよ。ここはさすがに釣り玉投げていこうか。平行カウント、次は5球目、超スローボール、空振り三振。さっきの取れるぜ。まあ波動はね、打力は結構いいんですけど、守備がほんと下手なんでね。もうそれ考えるとマジで最近ね、俊英がクソ強いなってほんとずっと思ってるんですよね。俊英はマジで強い、モブメイトたちが。というかまあ、サイガと小平が強いから点も取れるし、マジで強い、あの高校は。よーし、OK。俊英は、俊英ですね。最近はもう僕、マイブームは俊英ですね。マイブーム、イズ俊英。やっていきましょう。カウントはワンボール、ツーストライクです。遊び玉を使えば君たちなんだな、こっちの手にかかれば君たちなんだな。へへへのよっちゃん、へいへいへい、しょうへいへい。あ、いかん、いかんいかんいかん、喉が痛いのにそんなアホなこと言ってる暇はない。しょうへいへい、へへへい、しょうへいへい。さあ、ツーストライク追い込んだ。よし、空振り三振、しなくな。もう2番バッター絶対3番より打力あるやんけ。3番お前ミート F しかないんやぞあいつ。わずかに外れました。2球目空振り。翔平へい、おい。あ、ナイスピッチ使えんかった。あ、かっこ悪い、これでもう終わりと思ってた心の中で。心の中がかっこ悪いまであったわ今のはね。はい、フォールフォールカップ。あ、そういえば
この間金あやばい、ふざけてたらスタミナがなくなった。この間金玉の話してたら、あれはファルカップっていうそうですね、金玉ガードのやつはね。あれ謎に受けが良くて、ちょっとあれ本当はさすがにこれだけ下ネタ話したらちょっと動画削除しようかと思ったんですけど、意外と受けが良くて良かったです、あのお話。はい、おっと、ここ美味しいし、あーでももう確実に便所稼いどこ、なんかここで負けたらあれがあれであれだし。はい、で球速とりあえず140でしょ。で伸びもまあ取りたいし、重い球ここですね。怪物球威と伸び20丸までできるかな、ここから。怖いな。まあちょっと全体的に経験点不足感はありますね。そしてでもう本当に不屈が取りたかった。今回は失敗してたのかな、乾燥してないとかじゃなくて、多分ちょ川上調べていいですか。今確か川上ってね、あの3回目行くまでに、てか僕がベラベラ喋ってる間に多分見落としてて3回目行ってるっていう可能性もなくはないんですけど、2回目も成功失敗あった気がする。ほぼほぼ成功しかしないんで、なんか忘れがちなんですけど、2回目は確かね、なんか評価依存で成功失敗あった気がするんですよね。そうだ、やっぱりそうだ、2回目で失敗してたんじゃないかな今回。さすがに多分完走はすると思うんで、そんなおかしなはずはない。後イベは後読んで全部完走してるのに、前イベが完走しないなんてことはなかなか前に後読んでないと思うんで、ね、あーこれいかんわ、これはいかんわ、いいコース投げすぎた。まあまあ1点ぐらい取ってくれるでしょう。打ちました、ファースト左へのゴロ、白倉取ってアウト、スリーアウトチェン、頼むよ頼むよ頼むよ。あ、てか脅威の切れ味さっき抑えれた、もしかして抑えたらよかったやつ、てか抑えた、むしろ分からんな。全2、全2型、全2型も結構ね、特能はいいんですよね。やばい、ああセカンド、おナイス4点、お5点ナイス、セカンド、おいあれがセーフになる世の中だったらもう、あれがセーフになる世の中ならもうよくわからんけど、どんな世の中かわからないんですけど、まあ世の中、世の世間の中と書いて世の中、やっていきましょう。よいしょ。てか銭形って逆になんかそんなすごい能力なの、銭形内安打丸とかないよね。いや特能が素晴らしいね、銭形も割と。銭形って僕使ったことないんですけど、 SR 使いたいな、銭形使えると思うんですよね。ちょセカンドとショートが多分今回下手くそだぜ、波動高校。 OKOKOK、 もう素晴らしいね、素晴らしい YMCA って、あ喉痛い、やめとこう、喉痛い。ただ投手の試合経験点ってね、そもそも投手試合経験点少ないから恩恵感じにくいところではありますよね。号令かけよう、立川のびっくり、立川のびっくり、いっとくか、まあ、うん、重い球来なかったか、ケツ上がり潰したんだけどな。しっかり対エースとか対強打者とか教えてくるのにね。あ、切れ味取ってたか、さっき。この選手余りは仕方ないよな。あー、これだからポーカーフェイスをね、ここで、あー、そうか、こういうやり方あんのか。今思ったら、ポーカーフェイス一回取っとくけど、ここでもう一回投手に変えるっていう。こういうやり方あるのか、最後に。なるほどね、まあ、こう。経験点これだけただただ無駄になりましたけどね、今ので。まあでもこういうやり方もあるよっていうことですね。まあ今回は本当は不屈が取りたかったんですけど。お待たせいたしました、7番。よし、あった、まあこのデッキ本当良さそうですね。まあ本当言うとけどね、せっちゃんをね悟りに変えるとベスト、ザベスト、本当にせっちゃんを悟りに変えて、そしたら川上も何かしら他のマイイベに変えれますね。
何に変えようかな。よし、よし、 OK。 他のマイベ、まあ鶴屋とか、鶴屋はね、鶴屋に変えたいですね。川上を鶴屋とかに僕の場合変えてね。いや、いいな、そのデッキいいな。とりあえず犬木か、とりあえず犬木か悟り、僕がガチャ動画で引いたら、あのこの編成誰か覚えていたら、あきさんあのデッキってちょっと誰か教えてください。いかんせんアホなもんでよく忘れるんですよね、そういうの。そう、ホムチーもね結局忘れてて、あの来週あたりには動画出します。はい、いや、いい編成だなってこう思いつきはするんですけど、セカンドがひったくそだったな本当に今回。うわっ、いいっすね、悟りか。本当に犬木引いたらその編成だと本当に割といい中継ぎが作れますね。インコース低め空振り、これで追い込みました。第3球を OK、 インコース低めいっぱい、見逃し三振。うん、せっかくなんで優勝して終わりましょう。第1球、1球目ストレート空振り。あ、で三股もねちょっと練習しつつ、あの動画も撮りつつってやっているので、まあ、ちょっと1回目ちょっとあれね、動画出すの恥ずかしいレベルに、あの臨床コントロールミスったんで、てかそう、接っちゃいに入れると難しいんですよね本当に。臨床コントロールが、俊英の臨床コントロール特に難しいしね。 OK、 優勝優勝、ナイス。いや、まあいいでしょうこれで。まあ鉄腕だけ取りたかったな本当言うと、あのイベントがねもうちょい早めに来てくれていたらよろしかったなというところです。はい、まあね、ここで123123でも、まあ筋力とね変化っていう一番いいです。筋力と変化くれるんだったらそれはそれでねいいか。査定上げやすい変化に、このデッキで一番足らない筋力ということでね。はい、5810、とりあえず伸び、まあけど査定的には結構良さそうな気がするけど、どうだろう。うん、これ変化ポイントがまた余るやつか、いっぱい変化ポイントがまたいっぱい余るやつか。くー、こっからどうしよう。待てよ、これ先発もできたなマジで。先発2もできたな、詳しくは。よし、まあこれでいいでしょう。さあ S いくらだ、1かな。お、 S に行きましたね。はい、まあということでここが鉄腕になって、そして腹痛も成功したら S4 ぐらいは盆栽でも作れるのかなというデッキ編成でございました。もう本当にね、犬木はね得の合わせ、あのポーカーフェイスだけですよ本当に渋いのは。まあさすがにそれくらいしないとね、強すぎるっていうところで多分ポーカーフェイスがついたんじゃないかなって思うぐらいの僕の中での評価でございます。はい、ぜひともね皆さん使ってみてはいかがでしょうか、というかなんというか。はい、今回ね、イヌキ、まあ SR だけ今からでも間に合わなくもないと思いますので、SR だけ手に入れたいという方はぜひとも走ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回はイヌキのご紹介の動画でございました。悟りイヌキ、そして誰だったっけ、悟りイヌキ、小筆コンボですね。からの鉄腕を取るっていうのは割とありだなと思った秋でございました。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。この後は概要欄にあります色々な再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。